ヘイヨー、ケンツメシです。はい、今日もね、クラクラやっていくんですけど、今日はですね、こちらの曲を使いたいと思います。バン、はい、知る人ぞ知るが10秒デッキということでね、クラロワじゃないんですけども、まあ松サビとはね、すごい仲良くしてて、よくねご飯とか行ったりするんでね、その時にあれクローンとかマイスワンじゃんって言われてカンストにさせられまして、はい、今度動画で使ってみろと言われたので使っていきたいと思います。というわけで、これめちゃくちゃ難しいんですけど、まあ今日参戦してマルチで、まあ一生できたら合格かなっていうところで、皆さんぜひね見てください。10秒デッキというか、まあ松飛びデッキですね、これの名前は。おっとおっと、池田翼からフレーバーとか来たぞ。これはしばくチャンスではないか、あのイケメン野郎しばくチャンスではないか。最初は限りなく一本タワーを落としに行く感じで立ち回っていきます。さあさあさあ、まずはファイスピを流して、はいはい、枯渇できてな、ってことはウッドとあれさえなければってことだよね。これのプリン呼んでいこう。おっとやるなと。どうしようかな、ウッド咲いた瞬間だな。はいはい、スケルトンみたいで防衛していって、なるほどね、ファイスピ防衛、これ絶対ウッド使うやろ。あとはいえ OK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 、でディガー飛ばしてこれ防衛してくるじゃん、これチャンスなんだよ。なるほどなるほど、何がダメだ、出す位置か、今の俺の出す位置がダメなんかな。ちょっと待って、2829でしょ、ちょっと想定と違うぞ。これでやつは絶対ウッド温存してくるんで、ジュアルめっちゃ警戒してきたくあ、守ってきた。もうこんなんタワー落としてやるわ、金落としなんて関係ねえ、タワー落としてかってやる。よいしょ、さあどうするよどうするよ、もう普通に行くからな。なるほど、もうわけわかんねえよ、助けて、いやや、なやこのデッキ。まだ時間ある、まだ時間ある、まだ時間ある、慌てる時間じゃねえ。ダリーよ、イケメンに煽られてるよ。ウッド使った、ウッド使った、ウッド使った。プリンセスせこくね、さては、さてはせこい説ある。いやーこれな、出す位置な手前だったな、1個ナイトにめっちゃ完封されたからな。はい、というわけで、まあまあ、もう今のねコツはつかんだんでね、このイケメン野郎、イケメン野郎後で芝居とくんすけど、さあマルチで。おっと、日本人、これ日本人はねしんどいって松田言ってた、まさかって思うじゃん。でもさ、俺はそのさ松田デッキ使ったらさらにまさかって思わん。ダクプリか、レベル6だけ、なんかレベルとかいう概念じゃない気してきたよな。レズギャングで防衛してあげて、何デッキかによるな、相手が。これかな、30しか、30ってどうなんだろう、相性。とりあえずロケット打って、オーブンって、ちょっと待って、
相手ダックプリマルザップ使った、ザップ使ったなんだけど、これオーブンがさ、遅れた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 、やだ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 、あーキングギドシまさかそれな、そう思うよな。ちょっと待って、日本人とか以前にちょっと俺が下手な説ある。待って、しっかりとした位置に飛ばそう。せめてしっかりとした位置に飛ばそう。おいマジ、ま、あーゴレか、やべゴレ三子じゃん。もうこれしんどくね、どうすんだどうすんだよどうすんだ。これこうか、とりあえずこうして、でもザップ使われるよな。休養してくる。もうグッドゲーム宣言してぶっ破させて最後に突き落とす。なんでここでいかにもねありそうな感じの出して三十四出す、三十四、オッケーオッケーオッケー、エリクサ使ってきた、相手エリクサ使ってきた、ラストチャンス、ラストチャンス、あーうん、おいマスタビー、この動画見てんか、次で決めないと。日本人には勝てねえ。バルグのね、飛ばす位置が悪い。なんか奥と手前に飛ばして、クロンするとタワーを、キングタワーを囲む感じで、なんかできるらしいんで、それでやんないといけないんですけど。さあ、オッケー。これは知らないでしょ。相手の呪文切らせた時だよな。まずは普通に攻撃してって、相手ラバかな、エレキ呪文サイトね、アーチャーもサイト、とりあえずキルトムと一緒から流して、ゴレ来た、まあまあまあ、ここまではよく見る、松旅のやつでも。待て、くそ上がるやん、何やこのデッキ、何やこのデッキ。ここまでは松旅の動画で見た。めっちゃ煽られてたりするのは見たけど。呪文めっちゃ使ってくる。グッドゲームや。で、演技して最後にぶっ破する。相手、打っとるよね。頼む、なんか出せ。何も出さんのかい。冷静か、てめえは、こんにゃら。というわけで、皆さんね、松旅に騙されちゃいけません。はい。いや、もう、使えんくね、これ。嘘やろ。なんか前にも俺10秒デッキの動画出したけどさ、あんなん疲れ気せえへんで。でもさ、相手ウッドザップ、ウッドヤノアメエレキってさ、しんどそうやんね、これ。てか相手めっちゃ忠実やん。めっちゃおるやんけ。もうダメだ。もうダメだ。というわけで、はい。たまにはね、こういうクソ動画もね、あっていいかなと思います。はい。あとね、1分ぐらい、まあこの、無残に折られていくタワーをね見て、こう相手のね煽りスキルっていうのを確認していきたいと思います。松旅の動画見てさ思うのがさ、なんか松旅最後煽りじゃん、でそしたらさ煽りがどうとかって言ってさ、めっちゃさなんかコメント欄で叩かれるけどさ、それ以前に相手がめちゃくちゃ煽ってくるからね、このデッキ。はい、というわけでめっちゃ流れどう、これ日本人かな、違うな、メキシコ。はい、というわけで皆さんぜひね、このデッキだけは真似しないように、はい、お願いしたいんですけどもね。いやー、なんかちょっと使えるかなと思ったんですけど、10秒デッキ甘くないっすね。ちょっとね示しがつかないんで、このあれだけ
やっとくか。クラン対戦のサドンデスチャレンジのおすすめデッキやってきますわ。でこれ最後10秒デッキで決めればいいんじゃない説ある。はい、涙のというかこうラストチャンス、サドンデスでこれ1個落としていいからね。1個落としたらいいからあれしよう、タワー1本を全力で狙いに行くと。マッチングせえへんぞ。いや本気で使ったけどな、勝てる自信あったけどな、無理でしたね。何がダメなんだろうな、もっと本当に最後の最後で勝たないといけないんかな。これマッチングせえへんですね。じゃあマッチング失敗した。え、わ、出た、これやばいやつ、これやばいやつ、バグや。送金が増えばできた。どうちょ待て、役が多すぎて何かわからん。ソーキング最後これでいって動画の落ち着けましょうか。よろしくと。もう関係ねえ、10秒だけ関係ねえわ。動画の落ち、この動画を最後まで見た人の特権、ソーキングとのフレバト。ハンターか、これあれだな、ホグのあれっぽいっすね、三重種の。いや、ジャイか。はいはいはい、ババ小屋だってハンターだくね、ジャイかゴルかな、ジャイですね。なんとか守りに来て、オッケーセーフ。ただな、押し込まれる形取ったな。ババ小屋がね、ジャイに対するとニコス重いんだよね。ペッカと一緒なんだよね。ペッカと一緒だけど、ペッカの溶かす速度はないんで、今のはしんどい。あと、後ろのダクネックがファイボで飛ぶと思ったら飛ばないっていうね。どうすっかな。これ、後ろからババ小屋でいいかな。なんかな、ババ小屋なんか相手のユニットを止めさせる気がして、なんか良くねえ気がしてきたな。とりあえず早めのホバリングで。はいはいはい、スティンクはポイズンで攻めてくれば。ここまではいいでしょう。ないな、終わったくさいな。相手ポイズンあるしな、ポイズンボーイもできるしな、しんどいな。これは割とね、この俺のババゴヤスキラデッキも面白いっちゃ面白いんですけどね。切なしですね。はい、今日の動画いいとこゼロということで、もうこの出来上がってるので多分土曜日だと思うんで、まああのあれだね、あれが終わった後、海外戦の台湾のやつが一戦終わった後だと思うんで、そこでいい姿をね見せれてるのかどうかっていうところ次第かな。この動画の出来はこのコメント欄にこの間の試合良かったですよってなるのかどうかって感じですね。じゃあそんな感じで今日は4連敗という歴史に残る動画になりました。ではおつめし。